はい、皆さん、こんにちは、コーダです。ということで、ゼロ、濡れガラスの巫女、久々にやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、本当にお久しぶりです。お待たせいたしました。こちらですね、第1回目の実況を上げたのが、もう2017年9月なんですよね。だからもう2年半ぐらい前で。うん。で、そっから2回目、3回目、4回目って上げて、たんだけど、でそっからまた休んでしまって、で、去年の夏にね久々に、実況上げたんだけれども、またそっから、音沙汰なくみたいな感じにしてしまってね、本当に楽しみにしていた方には、お待たせしてしまったなっていう感じなんですけれども、今回、ちょっとねやり残しを終わらせようということで、久々にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、前回クリアしたのが、こちら4の雫なんですよね。で、今回は、5の雫から、始めていきたいと思います。で、これまでの、実況に関しては、概要欄のところにね、再生リスト載せておりますので、前までのストーリーが気になるなとかね、実況を見てみたいなって方は、見ていただければと思いますし、まあ、途中から見てもね、うん。まあ、言うてホラーゲームなんでね。あの、僕の反応は楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。では早速やっていきましょう。難易度選択もできるんだっけ？あ、まあでもノーマルでいきましょう。もう早速ね、漢字がわからんよ。うん、漢字がわからん。漢字がわからんからもうとりあえず進んでいく。ここで所持数とかも選べるっぽいんだけれども、ひとまずじゃあもうミッション開始していこうかな。はい。この雫、迷いが、北条、連鎖。北条蓮さんは確か男性だったよね。マジで漢字わかんない。もうね、なんとか写真の調査をきっかけに、ひかみ山だっけね、ひかみ山に移り住んだ民族学者の、存在を知った蓮と類、民族学者渡来刑事、彼の残した文献に手がかりがあるかもしれない。二人は調査を進める中で、民族学者の家の存在につながると思われる一本のビデオテープにたどり着く。はい、って感じで、こういう文章のところはね、ちょっと倍速で編集しながら、進めていきたいと思います。はい。で、五の雫丸々ね、多分動画にすると思いますんで、ちょっと、再生動画時間的には長くなるんじゃないかなと思います。はい。自ら命を絶った、姫野さんだったっけな、うん、首を吊りそうになった類、共通して目撃された巫女姿の女性の霊、ユーリが見たという、なんだっけ、モモセさんだっけな、モモセさんが、閉じ込められていた黒い箱、山の過去が関係しているのか、山に住んでいたという民族学者、もうさっきのも忘れたよ、なんとか刑事渡辺刑事みたいな、うん、彼の書物を調べれば何かわかるかもしれない。ルイが見つけてきたビデオが机の上に置いてある。民族学者に関係するものらしいか、目を通しておくか。はい。ってことで、そう、この今これ任天堂スイッチじゃなくて Wii U なんですよ。だからもう Wii U のゲームパッドを持つこと自体がもう久々すぎて、ないここじゃないの、ここじゃないの、これじゃないの。はい、撮る。机の上にビデオテープとその解説書が置いてある。ひかみ山に関係するものらしいが、迷いだと書かれたビデオですね。さあ、そのビデオを見てみましょう。まあなんかホラー映画とかね、ホラーゲームとかね、まあ夏の風物詩みたいなとこありますけど、まあ、冬にやっても楽しいんだぞっていうところをね、見せていきたいなと思います。この家、はい、前に来た時はなかったと思うんだけど、じゃ あ建てられたのかな、うん、急にボンって現れるわけがないもんね。お邪魔します。怖い、もっと元気よくお邪魔しますって言って、中に入ってみたいと思います。あ、なんか肝試し的なことやってんのかな。いや、じゃ急にそんな家に入ってったら不法侵入だと思うんですけど、やめといた方がいいと思いますよ。人は住んでいないようです。あ、人住んでないんです。人住んでたらなおさらやばいでしょ。怖いね。急に来るんじゃないの、急にバッて来るんじゃないの。ん、あれ、なんかこの建物前回入ったところかな。前回、全然。うれ、で、何ですか、何ですか。怖いから触りません。怖いから触りません。それはいい判断だと思う。そうだよね。これ、前来たところな気がすんな。違うかな。もし全然違うこと話してたらすいません。箱だ。
あ、そうそうそう、あの事前に言っとくと、僕こういうムービー中めちゃくちゃ喋る男なんでね、はい。そこは、ご理解いただければと思います。階段を上がってみたいと思います。あ、実況ありがとうございます。もう上がって2階に着きました。あ、2階着きましたね。そうですね、うん、4階5階ではないと思います。はい、あ、抜けてるね。そっから箱が、どうどうどう、待って、誰かいる誰かいる、気づいてないの、誰かいたじゃん、ゾンビみたいな。マネキンじゃないよね。いや、言うてこのゲームとかホラーゲームマネキンも怖いし。今、あれ、さっきの人、さっきの人いなくなってる。あれ、もうやめてよ、怖いや、怖いよ、怖いよ。もう急に来るんでしょ、こういうの。もう分かってるよ、急に来るんだもん。結局急に来るんだもん、急に。はい、7でも8でもなく急に来るんだよ、うん、10でもない。本がいっぱいあります。はい、本いっぱいありますね。そうですね、DVD とかじゃないのかな、ブルーレイとかじゃないのかな。こんな本です。難しそう。こんな本ですと俺も言いそう。おい、待って、人影じゃない、それ違うか、人影じゃないか、ちょっとビビりすぎてるね私ね。はい、いつも通りビビりすぎてます。てかよくこんなとこ一人で入っていけるよな、それがすごいわ。もうちょっと肝試しするならさ、なんかさ、3人とか4人とか5人とかさ、6人とかさ、何人とか入ってね、グループで入ってった方がいいと思うんですけどね。あー、なんかそんな屋根裏に登れんの。うん、登ります、入っていきます。3階があるのかな。うん、ありそうですね。はしごを登ります。はしご登ってください、お願いします。登りましょう。はい、登って、登った。どうよ、なんかあるか、なんもないか。なんもないならいい。はい。こんな風になってます。なってます。はい。あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。あー、いたね。やっぱ屋根裏は危険だわ。はい、ってことでビデオ迷いがについて、ルイの文字で書かれたレポートとビデオの解説書らしき紙が添えられている。ビデオ迷いがについて、廃旅館で見つけた日記にあった氷上山に住んでいた民族学者ですが、オカルト系の本に名前などの情報がありました。民族学者、なんとか刑事は、氷上山信仰と呼ばれる謎に取りつかれ、山中に家を建て住んでいたようです。そして日記にあったように行方不明となるのですが、その後ある噂が、つぶやかれるようになりました。彼は事故などにあったのではなく、山の禁区に触れ、その家ごと隠されてしまったという噂です。その噂は氷上山の迷いがと言われる都市伝説となっています。ほう、真相のほどは不明ですが、迷いがに迷い込んだ人が残したビデオテープというものがあるとのことで調べました。オカルト系では有名なビデオのようです。出版社に問い合わせたところ返答がありました。鏡宮るい様、お問い合わせありがとうございました。お探しのビデオは廃盤になっておりますが、希少ながら在庫がございます。このビデオを販売したところ反響が大きく、様々な問い合わせをいただきました。ビデオの撮影者投稿者は不明で、テープは氷上山の川の近くで見つかったものです。水に濡れて再生できない箇所が多く、再生できる箇所を編集してあります。ビデオのマスターは警察に押収されました。警察による山中の、捜索もなされましたが、撮影者も現場となるこの家も発見することができなかったとのことです。なお現在、富士の森は、侵入禁止区域となっておりますので、むやみに立ち入らぬようお願います。水源社映像部、柿本刑事さんから、ビデオの冒頭に映っているのは、山の中腹にある慶葉神社ではないかと思われます。片代神社かな。次に一瞬映る洞窟については詳しくは分かっていません。ただたどり着いた家には大量の書籍があることから、この家は民族学者、渡里と刑事が住んでいた家である可能性は高いと思います。おお、急に電話取りましょうか。はい、取りましょう。取る。はい、こんにちは。ハロハロ。うん、誰だ。最近連絡がつかないからどうしたのかと思った。おう、そこで話してんの。さっきの家じゃん。なあ、この前俺はお前に、俺結婚するんだ。誰と。おめでとう。結婚。うん、お前が。うん、よかったじゃん。ああ、随分急な話だな。そうね、うん、おめでとう。おめでとうだね。はい、それで相手は。俺が知ってる人。誰と結婚するんですか。
え、なになになに見た時から、ちょ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 、水だよね。終わってくれました。うわー、目が赤い、怖。ちょっとまずいんじゃないの、その結婚相手はやめといた方がいいと思う。うん、今からね、そう、出会いアプリとか使ってね、新しい人見つけた方がいいと思う。その方がいい。そうしよう。うん、俺が相談に乗るよ。とりあえず今から、今すぐにでもそこの家から出よう。それがまず先だ。はい。さあ、ということで、その家に向かうんですか？迷いがか。はい。片代神社から洞窟、ユーリが通った道と同じかもしれない。とりあえずそこまで行ってみるか。はい、ってことで行くわけですね。はい、目的が設定されました。部屋から出ましょう。その前になんか、拾うものがありそうですよ。床にルイの手帳が落ちていた。片付けの時に落としたのだろうか。ルイの手帳にですね、読んでもいいのか、いいものか。ルイの手帳に、先生はよく夢でうなされている、あまり話してくれないが、昔からずっと見ている子供の頃の祭りの夢らしい。先生は子供の頃、夏の間は鍵色い山、これで鍵色い山って読むの、鍵色い山の、うん、鹿の、親戚の家で過ごしたと言っていた。古い、ぼや、ぼやや山の神社で遊んだり、祭りにも行ったことがあると何かの折に話してくれた。先生が子供の頃の話をするのは珍しかったのでよく覚えている。その時の祭りの夢なのだろうか。私も子供の頃に祭りに行ったことはあるけど、楽しい雰囲気しか覚えていない。でも先生の見る祭りの夢は楽しいものではないようだ。いつも見るなとうなされている。確かに先生はじっと見られることが苦手だ。というわけで女性に見つめられることを避けている。黒沢さんや、フラカタさんと話すときですらたまに目をそらしている。私の時は大丈夫なんだけど、夢で先生を見た女性がそんなに怖かったのだろうか。はい、ってことで、そう、漢字読めないんですよ、こんな感じでね、漢字だけに。はい。これ何写真だっけな、うん、何写真の情報も何か手に入ればいいが、これ何写真だっけ、うん、そう、だからこういう漢字をね、もっとスラスラ読めるようにと思ってね、今年はね、ちょっとね、漢字検定、漢検に、ちょっと挑戦しようかなと思ってます。早速、ルイさんがいるんですね。榊さん、はい、榊さんです。一緒に弔い写真を探していた方ですよね。これ、弔い写真だ。弔い写真って言うんですね。ありがとうございます、ルイさん教えてくれて。分かってほっとしました。はい。では、行きましょうか。ルイさんと一緒に行く感じなんですね。さあ、では行きましょう。待って。ZL ボタンを押しながらとこうやって走ると。うん。で、とりあえずこっちでいいのか？こん中入ってく感じなのか？そうなのか？違うのか？どっちなんだ？開ける。開けます。こんにちは。こんばんは。おはようございます。さあ、こういうとこもサクサク行こう。ビビってる場合じゃない。うん。こんなとこでね、ビビってたらね、もうね、うん、一生終わんないから、このゲーム。さあ、ちょっと奥まで行って。奥ではないと、うん。マップが欲しいな。ちょっと、ルイさんさ、とぼとぼ歩かないでもらえます？パッと。こっちじゃないの？あ、こっちは開くと。はいはいはい。さあ、もう、何もない。もう、サクッと進んでいくよ。サクッと進ん、ね。もう、なんか、そのさ、水のとこから出るんでしょ。知ってる。俺知ってる。もう、わかってる。ルイさん、ついてきて。ちゃんとついてきて。後ろ気になんなくていいよ。ちょっと。もう、髪がツヤツヤね、ほんと。どこ行くの？どこ？なんか誘われてません？大丈夫ですか？そこはあの、お人形さんがいたとこだよ。あの、かわいい、白い。あ、そうそう、その子。え、なんでいるの？え？おやすみなさい。おはようございます。寝てるね。話しかけないで。え？すいません。今死んでるんだから。どういうこと？お人形遊びの設定でそういう風になってるってこと？お兄ちゃん。うん、お兄ちゃん。はい。お兄ちゃんは、お姉ちゃん。あー、確かにね、女の子にね、私は見えるよね。嘘つき。何が嘘つき？何もまだ言ってないよ。私は。じゃあ。え、お姉ちゃんなの？どっちなの？遊ぶ？お兄ちゃんだよね。遊ぶの？これがあなたの人形見。あ、出た、人形分身みたいなことでしょ。あなた自身が人形になるの。どういうことよ。人形になっちゃうの、ルイさんが。おお、ちょっと気づくのが遅すぎませんかね。もうちょっと後ろをさ、しっかり見といていただけませんか。
ねえ、ルイさんが大変なことになってるよ。そしていなくなってるし。あ、びっくりした。もうみゃ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 。あ、なになに、遊ぶの、遊ぶのね。かわいい格好だね。ルイさんも探してあげて、ついでに。募る相手。ルイがいない、一体どこへ。いや、今気づいたんかい。さあ、ルイを探しましょう。そうですね、ルイを探しましょう。ああ、ほんとドキドキするわ。ドッキリドッキリドンドンだよ。ではでは、こっち、開けて、外行けばいいのかな。こっち行きまして。今更だけど音量注意ね。今更すぎるってな。こっち？どっち？てか本当にマップがないんだね。マップどこよ？マップが欲しいんですけど。こっちで合ってます？あ、こっちさっきのとこに戻ってきちゃった。ん？どこ行きゃいいの？こっちっすか？もう怖いな、音が怖いな、もう全てが怖いな。やだやだ、やったな、やったな。あ、こっちだよ、どっちだよ、教えてよ、どっち、わからん、こっちじゃわからん。なんだここ、なんもないの、なんもないのね、なんもないのよ。はい、調べます、調べら。平壇にいくつかの小さな人形が並べられている。傷んだものが多いようだ。そうか、それよかった。待って、なんかでもピューンってなってる、ピューンってなってるよ、ピューンってなってるよ、ピューンってなってるってことはなんかある、ある。なんだなんだなんだ、何があるんです。なんもないのかな。なんもないならいいよ、出るよ出るよ。はい、私入れますよ。はい、もういいです。はい、出まーす。こっちだよー言ってたんで、そっちに行きましょうか。はい、さあ元気出していきましょう、元気出していきましょう。元気もりもりアンパンチ。いや、ほんとどこかわからん。こっちこっち、どっち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 。んー、こっちかい、そっちにいるのかい、どっちなんだい、いないのかい。いるなら返事しておくれ、調べる。はいはい、和ダンスね、和ダンス、ダンスしましょう、和ダンス、ダンス、ダンシングダンシング、和ダンスダンシング。はい、こっち行きます。どっち？え、普通に迷子なんだけど、どうしよう。ん？おお、出た。調べる。え、子供の背丈ほどの大きな人形が置いてある。置いてあるだけ？そうですか。急に動いたらやしないで。ん？どっち？てかさ、そう、今カメラとかなんもないからさ、映せないんだよね。え、動いてないよね。今なんか動いたような気がした。大きな人形がうつろな笑いを浮かべている。人形さんとお二人、二人で一部屋。え、マジでわからん。教えて、どっち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 、こっちこっちか、こっちか、違うのか。ほんと分からん。あ、下も行けるし、ここ出れる。あ、出れないか。あ、じゃあ下行ってみる。下行こう。はい、走らして。さあ、水の中も怖くないぞ。怖くないもんね。なーも怖くない。あ、なんかあるよ、なんかあるよ。何ですか、これ拾います。おお、なんかいろいろ光ってるね。じゃあ取りましょうか。え、なんか見えない。怖い。片代神社の記録に古いノートが落ちていた。ここに住んでいた神主がの書き残したもののようだ。子供たちが遊んでいる夜中、気配で目が覚めることがある。なんかダメちゃったな。気配で目が覚めることがある。翌朝片付けたはずの人形が別の場所に移動している。そんなことが何度か繰り返されるうち、その遊びの音はだんだんとはっきりと聞こえ、私自身も一緒に子供たちと遊んでいるような夢を見る。子供たちの姿ははっきりは見えないが、亡くした娘もそこにいるように思える。夜、視線を感じて目を開けると、
白髪の少女がこちらを見ていた。その子は、あなたの娘はあなたが直した人形で遊んでいるから心配しないでと告げて姿を消した。その目は全てを見通しているようで、私の思ったことに答えてくれているようだった。待って、くしゃみが出そう。あ、くしゃみが出そう。あ、大丈夫大丈夫、くしゃみは出ない、くしゃみは出ないよ。あ、これおしんすいじゃない、おしんすい、おしんすい、はい、おしんすい一つ手に入れた、ありがたや。とりあえず取れるものをどんどん取っていく感じでいいのかな。そう、今お化けが出てきたところでどうしようもないんだよね。あ、待って待って待って、大丈夫。おお、ゼロ式フィルム、サンキューサンキュー、うん、やっぱホラゲやるとテンションおかしくなんな俺。そしてその奥のも取りましょうか。うん、怖いな、水の中からバーとかやめてね。あ、これ強石じゃない、これ取ると一回死んでも、なんだろう、HP がすぐ回復するみたいなね。うん。そういうやつです。いや、怖い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 、どこよ、ここどこよ。あ、こっち、マジでわからんんだけど。あれ、これ戻ってきてない、戻ってきたね。どっち、わけわからん、わけわからん。ここじゃないの。あ、覗く覗く。あ、もう最初からこっち行けばよかったの。あ、こっちでよかったっぽい。ひな壇の下に地下へ続く階段がある。体内洞窟へ降りられるのだろう。だが今はルイを探さなくては。ああ、じゃあルイを探す、ルイさんを探してから、ここ行く感じなんですね。いや、ちょっと待って。じゃあもう次のとこ行くまで、カットしまーす。はーい。ん？あ、こっちだよ。なになになに？調べる？調べる？床下の床に、あ、廊下の床に穴が開き、床下の土が見えている。そうだね。あ、じゃあこっちはいけないんだ。こっちだよ言われましたけど、どっちだよ。んー、じゃあこっちか、こっちなのか。開けます、開けました、開けました、おめでとうございます。おー、なんか押してる、なんか押してる。これもゲットしておきま、おきま、おきましょう。さあ、これなんですか。片代神社の記録4。廊下の奥に薄汚れた古いノートを見つけた、ここに住んでいた神主のものだろうか。今日の夢は息苦しいものだった。夜、かがり火を手にした何人もの男たちが長い時間をかけてこの神社の本堂の地下を掘っていた。そして誰も取り出せないような地中の奥深くに黒い箱を下ろし埋めていた。箱の中にはあの白髪の少女が眠っている。誰かを待っているようだが、私ではない、私は持っていないか、そう思った。目が覚めた時、それがすごく悲しいことだったのを覚えている。不思議な夢を見ますね。もっと楽しい夢を見て。びっくりした、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 ああ、びっくりした、ああ、びっくりしたよ、俺はすごくびっくりしたよ、ああ、ドキッとした、ああ、びっくりした、はあ、急に来るかね、心臓に悪いこのゲーム。あれ普通にカメラ持ってんじゃん。俺なんでカメラ持ってないと思ってたんだ。ちょっとこれなんか撮影するとかだったんじゃないの、大丈夫ああ、マップ見れんだね。マップ見れんのか。あ、ここでウィーンって反応落としてんのか。だ、ここでなんか撮るんじゃね、今更だけど。あー、これだ。はあ、なんか取れそうです。じゃあ、ゼロ式で取りますか。
久々だな撮るの。私が本当？おお、なんかいた。撮った撮った、撮れた撮れた。あーこれ、おお、逃げてく逃げてく。あー撮れなかったな、と逃げんのは。あー、なんかようやく進めれたっぽいぞ。こっちだよ。こっちだよ。ここでも反応してんのか。なるほど。だからここで、あー下に向けれるね。私よ、これで撮影して、いたおい、取れなかった。うん、これで2人目が撮影できた。あともう1人いんのかな。あ、こっちだよがようやく聞こえた。あーそっか、ここでも撮影すんのか。あー来てたわここ。そうだ、あーようやく見つけた。結構大変だと。おーちょっと、何が起きてる。ほんほ、おおあーようやく進んだっぽいです。ちょっと待って、いやーそうだよね、ここまでで40分ぐらいかかってんだけど。いやーめっちゃ大変。いやーなんでこんなに見つけられなかったんだろう。もういろんなとこをうろちょろうろちょろしたよ。でさっきのあの真ん中のところ行けばいいんだよね。マップを見ていこう。オッケー。ここの裏回り込めばいけるはず。こっちね、こっちね、はいはい。あ、でここにありますよと。拾いまーす。よいしょ。待って。オッケー。ルイの手帳さん、床にルイの手帳が落ちていた。手がかりになるかもしれない。先生、おかしくなってしまった。心がここにないみたい。あの写真を見たときからだ。いつもは物草なのに積極的に写真の後を追っている。先生についていかなくては、どこにも行ってしまわないように。もし私がいなくなったらこんなに探してくれるのだろうか。探してますよ、今。ルイの手帳。これを。聞こうとして使えばルイの居場所がわかるかもしれない。なるほど。それでどうやって使うんでしたっけ。どうやって使うんだ。あ、 ZR 長押しか。そうかそうかそうか。 OK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  わかったわかった。だからこっち行きまして、で、ZR 長押しで、はい、そっち行ってるね、そっち行ってるね。はいはいはい。なんか白いぼやーっとしたのが、これで見えると。うん。オッケー。なんとなく思い出してきたよ。さあ、どこ行くかな？オッケー、そっちね。そっちにルイさん行ったと。はいはいはい。これは外？いや、外ではないか。そうだよね、ここだよね。うん。え、こっちに行ったの？どこよ、どこよ。なんか撮影できるものがありそうです。どこですか？ここですか？すげえ足元だね。さあ、靴を見て。私の靴を見て。うーん、あ、ルイさん！ルイ。え？先生、来てくれたんです。なんか今幽霊になってなかった？大丈夫？大丈夫か？大丈夫か？ほんと。はい。いや、大丈夫じゃなさそうなんですけど。あー、まあルイは大丈夫なようだな。迷いがへの道を探そう。ユーリの話では、報道にあるひな壇の下に洞窟への入り口があるはずだ。オッケー。はい、そこですね。わかってます。はい、ひな壇の下。じゃあそこまで行きましょう。あー、ねえ、取る。ようやく取れた。逃げていく子供ゲットでっちゅう。はい。いやー、ようやく進めるよ。いや、これまだ序章の序章じゃない？多分。この五の雫の。やばいな。いや、迷いに迷った。迷いまいまいよ。んーじゃあ、そこまでどんどん行きましょう。うりゃりゃ、また、撮影させて。なんかいる。戦うんです？あ、こいつさっきいたやつら。待って。どうしよう。来た。待って。突っ込んできたんだけど、怖い。待って。焦りすぎ。俺焦りすぎ。ちょっと待って。振り返ればあなた。できない。待って。
なんかって、あ、ルイさんがビビってる。どこ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 います、どこいます。はい、ぐるっと回しますね、ぐるっと回しますね。カメラをぐるっと回しますね。はい、どこいます。え、右ですか、右ですか。ぐるっと回しますね。左右ですか、ぐるっと回しますね。え、マジいないんだけど。まあ、いた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 わ、いたわ。で、あれ、うーん、どうする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 。おお、すげえ。あ、さあ、これ連射できるやつなんだ。待って、なんかいっぱいいる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 。ビー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 回避、ビー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 回避できたよ。待って、ルイさんがまずいじゃん、ルイさんがまずいじゃん。オッケーオッケー、今チャンス。さあ、頑張れ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 、もっと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 、いいよいいよ、どんどん取って、どんどん取って。はい、シャッターチャンス、ずっとシャッターチャンス。はい、ルイさんポッチ見て、いいよ、いい感じ、いい感じですか。うわー、突っ込んできた。びっくりする、びっくりする。ちょっと待って待って、落ち着かせ、俺落ち着かせろ。はい、一旦落ち着かせろ。まだ2020年始まったばっかりだ。右から行く、右こっちから行く。あ、いたいたいた、あー、今取れたと思ったんだけどな。よしよしよし、取って取って、どんどん取って。倒せた、倒せました。いや、まだ倒せてないな。これこの人よーく見るとイケメンなんだよな。よーく見るとね、よーく見ると。あ、消えた消えた消えた。待って、来るか来るか、どうなんだ。映せない、今まだ映せない。さあ、どっちだ、左だ、左か、来た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 。まだまだまだ映すには早い、まだ映すには早いぞ、多分多分ね。来た来た、よし、オッケー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 、いいんじゃない。まだ倒せないか、まさか、まだ倒せない。ちょっとそろそろ一応の試験しますか。でも、あとちょっとっぽいな、あとちょっとっぽい。よいしょ、オッケー、いけたんじゃない？いけた？倒せた？倒せました？あー、倒せました。あ、よかったよかった。はあ、今年最初の戦闘でしたね。触れるってあったけど、大丈夫ですか？何ですか？あ、ルイさんもう元気そうで、あ、よかったです。さあ、では次行きましょう。はい。こんなんでビビってる場合じゃないですよ。時間取ってる場合じゃないですよ。さあ、戻りまして。うん。で、こっちだよね。さすがにもう覚えたわ、この建物のマップ。んで、お、またイベントかな。はいはい、戻ってまいりました。メガネ姿がかっこよくて、あい、かわいい子。見つかった、見つかった、見つけたよ。君はもしかして、もしかして、うん、ほう、何、なんですの、もしかしてなんですの。うん、どうして持ってきてないの。何を、ごめんね、なんか忘れ物しちゃった。よく忘れ物しちゃうのよ、僕の様子が、私の様子が、はい、すいません。なくしてしまったの。いや、なくしたつもりはないんですけど、そもそもなんですかね。約束したんですか、すいません。約束もちょっとね、よく忘れちゃうもんで、はい、申し訳ない、消えてしまった、どっか行ってしまった。あ、まあ、ここら辺も多分今後進めていく上で解決はしそうですけどね。はい、先生、先生、とりあえず行きますか。はい、ではこっちから降りていく感じでよろしいかな。はい、降りていきます。うん、ここも結構怖かった気がするんだよな。ねえ、大丈夫でしょうかね。さあ、行きますよ。迷い、迷いが、への道を探す。先生、ずっと待っていたんです。ああ、そこで、ごめんね、待たせてね。選んでくれる相手。選んでくれる相手を。私、ずっと先生を待っていました。え、待って、何を言ってる？何を言ってる？ルイさん。すみません、でも分かったんです。何が分かったの。俺には分かる。何を言ってるか全然分からん。この子も待っているんです。はあ、ヨスガを持つ人、ヨスガを持つ人。クエスチョンマークがずっと頭の中に。、まあ、とりあえず進みますか。これは、あ、また汚心水だ、
そろそろね、ウデさんがね、来るんじゃないかなと思ってるんだけどな。怖いな。ウデさんも急にバッて出てくるからな。うん、出たよ、この。これよ、怖いよな。つるわけのくぼみの奥に黒い箱が置いてある。こっちです。違うんです。扉固く、はい、閉ざされていると。なんか、ご利用したらいけそうだけどね。ちょっと札が怖いけど。で、どんどん進みましょうか。あ、ここもくぐっていく感じ。はい、くぐる。くぐります。ルイさんも来てね。ついてきてね。はい。さあ、ここくぐりますと、何かあります？あー、ここ前回あったとこだね。怖かったとこだね。嫌だね。あんま調べたくないけど、ちょっと調べてみます。調べる。少し空いた箱が沈められている。中には黒い水が入っているようだ。なんでしょうね。イカスミパスタ用のソースかな、うん、さあ、ではこっから進んでいく。いや、扉には鍵がかけられている。遮蔽機が反応している。なるほど。じゃあ取ってみますか。待って待って待って、えいやっさ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 。これ取れるまで長くない？あー、そっか。遮蔽機ば、あの、パワーアップさせないといけないのか。あ、もうすぐそこじゃん。すぐそこだ。ちょっと待って、パワーアップちょっとしてみます。ちょっと待って、取れる。あばいだ。で、これだ。複眼遮蔽機で、これかな？機能強化、これだ！あー、ポイント結構もうあるっちゃあるけれど、これ、何がいいんだろう。あ、これか。撮影可能になるまでの時間を短縮します。これ結構大事なんじゃない？他の例を撮るときとかもね。これ一応、上げとくか。ぴよーんと。うわー、でもまだまだポイントが足りないな。ちょっとこれぐらいにしとこう。うん。あの、もし、これから先に上げた方がいいよみたいなのがあればね、ぜひコメントで教えていただければと思います。お願いします。ではここら辺で早速戦闘かなんかがあるんじゃないですか。そんなことないですか。怖いですよ。僕すごく怖いですよ。調べますよ。違うですか。あれ違うのか。なんか急に来そうなんだよな。急に来そう。本当に急に来そう。でーほら、来ましたわ来ましたわ。やばそうなのが来たよ、やばそうなのが来たよ。4式、1式じゃない、1、4式。近い。まずい、まずい。ちょ、待って。結構まずくない？結構まずくない。アイテムで、万葉丸でいいかな。はい、食べます。万葉丸食べます。美味しいです。とっても美味しいです。よし。で、戻って。取って。よし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 。いいですよ、いいですよ。くる。あー、まずいな。じゃ、今回はルイさん全然ビビってないんですね。どういうことなんです？いるいる、上にいる。しっかり集中して。どこ。はい、見て。はい、あなたを私は取りたいです。フラダンスっつって。来るんです？来ないんです？どっちなんです？さあ、来るなら来てください。来るなら来てください。来る。よし。でも完璧のタイミング。完璧すぎないタイミング。あとちょっと。これでもういけんじゃない？あー、いかん。まずい。早く。よし。オッケー。これ来た。オッケー。倒した。ナイス、成仏。イエーイ。なんで今回ビビってないんですか、あなた。これで、開くようになったとか、そういうことじゃないのかな。なんか取れるようなものがある。むしろこことか、どうなんだろう。取れるものがあればいいんですけどね。そういうわけではないのか。とりあえず鍵開いてるのかな。あー、違うね。急に何？急に出てこないで。怖います、怖い。やばい。ちょっと撮影が早かった。やばい、また戦闘か。オッケー。戦闘ね。了解。どこいる。オッケー。はい。さあ、しっかり撮影しますよ。おいでやす。さあ、おいでやす。
どうぞどうぞ、一音式で撮りますよ。フィルムは一音式でいいですか。他のでよければ他のでもいいですよ。さあ撮りますよ。こっち来てください。なんでフーフーしてるんですか。フーフーじゃない、フラフラ。くるくるくる、絶対くる。よいしょ、 OK、 いいよ、いいタイミング、はい、ナイス。 HP 半分ぐらいまで減ったね。 OK、 さあ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 、やっぱ一応式いいな、安定してるわ。さあ右から来る、どっから来る。 OK、 あ、今、あ、待って、ちょっと足りなかったな。あー、このなんかね、5匹以上入ってるといいんだよね、画面の中に。さあ来る、 あ、やべ、逃げた。おいしょー、おー、いいポーズね、いいポーズよ、その調子。はーい、これ倒せたかな、倒せたっぽいね。おー、成仏なされ。でなんかトレイになった。結局なんかトレイになったもんとかあるのかな。結局わからんぞ、結局まだ進めないぞ。おお、なんだ、なになに、出てきた、あ、やばいやつが出てきた、今度こそやばいやつが出てきた。待って、やばい、ちょっと、この、え、これってあれじゃない、この人じゃない、名前が出てこないけど、前回あの、一緒にいた、違うかな、なんか腕が長い、違う、でも気持ち悪いとか言っちゃダメ、まずい、よいしょ、 OK、 はい、いいよ、ちゃんと倒す、いいんじゃない、いけてる、 OK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 、 ただ HP がいったん、あ、でも倒せそうだな、このまま倒しちゃおう。うわー、動きが怖いよ、はい、よいしょ、倒せましたかねー。はー、は誰だったんです。あ、とりあえず成仏できたならいいです。はい、で、ちょっと万葉丸で、回復しまして、はい、万葉丸で回復しまして、はい、万葉丸美味しいね、美味しかったです。で今度こそなんかいけるようになったんじゃない。あ、なんかある、調べる。霊がいた場所になんか落ちている古い金属製の札鍵のようだが、あー、勝負の札鍵かな、これで開くようになったんじゃない。はい、よかった、 OK、 ではこれで先に進めるといきましょう。 Open the door、 はい、はめてください。もう開けたの。そこの開けるシーンとかはカットなのね。お、ついにここは先生来たんじゃないが、来たんじゃないがっておかしいね、迷いが。さあ、ではようやく誰かいるんでしょうか。はい、誰かいるんでしょうかね。いや、こっからがこのショーの本番でしょう、むしろ。ここまで長すぎワロタですよ。腕さん、こんばんは、今年もよろしくお願いいたします。待って、はあ、びっくりした。いや、さすがにもう出てこないよね。はい、ということで今年も楽しんでいきましょうね、腕さんね、仲良くしてください。はい、で入っちゃっていいのかな、入ります。迷いが、でじゃーん、あー、電話してたところだ、結婚しますっつって。そしてなんか床がすげえ汚れてんだけど、これ何、血かな、やめてほしい。ああ、ここにおしんすい、おしんすい、うれ、でオッケー。そんな2度目は一気にはいきませんよ、大丈夫ですよ、私。はいはい、ということで腕つかまれずにゲッチュー、一気に来たね、腕さんもやっぱりツンデレなんですね。で、ちょっと迷いがじゃなくて、これ、これを頼りに進んでいけばいい気がする。OK、奥ね。はいはいはい。では奥進む。え、
なんか音が違う。怖い。なんか震えてる、すごい震えてる。あ、いた。いましたね。こんにちは。おはようございます。すいません、起こしちゃったのかな。はい、来るんですか。よいしょー、はい。まあ、ここら辺は、サクッと倒せる相手でしょう。はい、どうも。一発 KO。ありがとうさーん。ごめんなさいね。ちょっと不法侵入だよね。ノックもせずに入ってきちゃって、すいません。申し訳ないと思っております。おーっと、チリーン、チリーン、はい。もう遅い。はい。俺は、もう。結婚を決めたんだっつって。いやー、まだ大丈夫だ。この世の中、女性はいっぱいいる。うん。そう。榊さんですか？はい、榊さんのようです。これは先生の見ていた写真と同じ。何ですか？榊。ああ、花嫁の写真。これはあの写真帳に挟まっていた写真と同じ。はこれを持ってここに来たのだろうか。俺と同じように。榊さん。ああ、じゃあ、今映すんだ、これ。映すんだ。ああ、ごめん、ぼーっとしてた。今すっげーぼーっとしてた。悪かった。あなたのことを映したかった。しかし、私はもう行くしかない。なんか映るんです？なんか撮れるんです？なんかあります？なんか反応してますよ。ああ、ありますね。はい、拾いましょう。お、汚心水がいっぱいだね。取り放題。うえー、なにー、どうしたのー、こんにちはー。すいませーん。はーい。ゆっくり来るね。ちょっとこれ以上後ろ下がれない。 OK。 はいはい。あ、手を簡単に倒せましたわ。よかった。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。はい、ふかふかのベッドで寝てね。うん、今日は雪が降ってるから。外、そう、今日初雪なんですよ、東京ね。初雪ではないのかな。でも僕が見る限り今年初めての雪でしたね。またいるよ。めっちゃお化け多く。ああ、いました。ああ、ちょっとやめろ。霊を離せ。こんな可愛い子襲いたくなる気持ちはわかるが、霊を離せ。倒しました。あ、ありがとうございます。こんな簡単に倒しちゃってよかったですか。イエーイ、レンさんハイタッチ、イエーイ。なんかここで拾えそうなものがたくさんあるっぽいですね。何ですか。え、そんな遠くから手を伸ばさなくても。あ、清めの火を一つ手に入れた。これ確かさ、いや、右下こう、これね、あの濡れてる状態なんだよね。だからこの濡れてる状態を乾かすことができるのが今の火だった気がするけど、別に濡れてるからといってね、別にいいでしょう。ねえ、なんや、おー、真相一つ手に入れた。こんなのがあったのですね。はい。そう、すぐ濡れちゃうんだよね、このゲームね。うん、だから、まあ、気にせず、濡れたまま行きましょう。あの、家帰ってから、シャワー でも浴びてね、うん、服も乾燥させてください。だーん！写真が読んでいる。はい、写真が読んでいると。はい。あ、なんだっけ、刑事さん。はい。写真が笑ってる。いや、それはね、スマイルで撮った写真はね、いつも笑顔でしょうに。これ何って思いましたんです。あ、民族学者の手記さん。え、本棚に古いノートを見つけた。弔い写真について書かれているようだ。死後写真はカメラの伝播とともに西洋から伝わったものだ。それはまだ写真が珍しかった頃、亡くなった家族の姿を残し遺族の悲しみを、慰めるというものだ。日本に残されている死後写真は西洋のものと行為としては同じだが、その意味性は違うように思う。特にこの氷上山一帯残されている弔い写真と呼ばれる写真たちの美しさ、悲しさは特別なものを感じる。これらの写真は科学者麻生ホーさん博士が、残したものだと思われる。他の地方のものも調べたが、彼は当時各地で弔い写真を撮っていたようだ。彼は魂を写すことに執着したという記録が残っている。この不思議と引き込まれる写真たちを見ていると、彼の目的は成功していたのではないかとさえ思えてくる。かつて写真機を孤独の箱と呼んだ友人がいたことを思い出す。孤独の箱というのは被写体を暗い箱の中に閉じ込めるという意味なのか、写真機を覗く人間が一人で暗い箱の中を覗いているという意味なのかはわからない。ただその言葉がこの写真のイメージと不思議と重なるのだ。
あ、まだ取れるものがあるね。それも取っておきましょう。これはフィルムかな。ゼロ式なんだろう。わー、腕さん、はいどうもあのトランプで豚の尻尾でもしてるかのよ、うん、真剣衰弱かな、わかんないけどさあ行きましょう。こっち開けて、やっぱ新しいところだからいろいろなんか物が取れたり。なんか落ちたよ、なんか落ちたよ、なんか落ちましたって。ここか、ここか、はいはいはい、なんかいろいろ言ってますけど、はい、気にせず行きましょう最後に待っていても、破滅だとしても、はい、民族学者の主義よまだ喋ってる。この山の水は美しい。それは水質の良さなどというものではない。山頂の湖から流れ落ちる大量の水は川となり滝となり山を包む霧となる。この湿度を含む全ての水がこの山の神秘そして美しさの、源泉だと感じる。氷上山周辺に伝わる伝承によると、かつてはこの山で死ぬことは正しいとされていたという。この山は文字通り霊山であり、山岳信仰の対象となっていた。氷上山信仰とは、人は死ぬ時にこの山の水に帰るという教えだった。それは、山神高いではなく、この山の水は魂そのものであり、人々はその一部へと帰るのだ。死を覚悟した人々はこの山へと集い、そしてここで命を水へと返す。全ては水でつながっている。この風景を見ていると、ここが霊域とされ、そしてこの山で死ぬこと、山へと帰ることが正しいとされた理由も理解できる。ここに来てよかった。この山の世界観には死への面影がある。それはつまりこの山の水への面影であり、自然への面影でもあるのだ。生も死も水でつながっている。民族学者の音声記録2ということで、カセットテープを見つけたと。はい、んー、じゃあ、おー、ルイさんだった、びっくりした。こっち行けそうなのでこっち行きますか。なんすか、ここですか、取ります。はい、渡り部刑事だっけ。ちょっと名前がね、本当よくわかんない。お、窓ガラスが割れてる。外からなんか出てきたり。ちょっと待って、なんかいろいろあるね。あ、いろいろあるね。とりあえずどんどん取っていくか。まず、こっちから取っちゃおう。はい、これなんすか、ノートすか、なんすか。はい、民族学者の手記5。はい、この地方一帯には人柱の風習があったと言われている。それは通常の水へと返す儀式とは違い、人を特別な箱に入れ、死なぬまま水へと返すのだという。その柱となるのも巫女の役割だった。彼女らは死へ向かう人々の記憶を引き受けた後、自らも水へと帰るんだ。ただし柱として生き続けるために、日本には箱に入って地中に埋まり、仏となって終生を救済する、促進仏という風習がある。促進仏となる僧は地中で経を読み、鐘を叩くことにより生きていることを伝えたという。この儀式はそれに近いものなのかもしれない。柱となった巫女たちは何を恐れ沈めていたのだろうか。日本では高い、つまり超常世や陰世と呼ばれる死後の世界がある場所について様々な教えがある。山の上や海の向こうという教えもあれば、地中つまり地面の下にあるというような概念的な教えもある。この山は水を御神体として祀るとともに、山の中に陰陽がある。つまり水は死とつながっていると考えていたのではないだろうか。箱に入れられた柱は死に近い場所にありながら生き続けることで、死後の世界が御神体である聖なる水に入ることを防いでいたのだ。特別な箱に入れるのは、水の中で柱を生きながらえさせるためなのだろう。柱をながらえさせることについて、死に近いものほど長く生きるという考えがあり、氷上山は柱となる巫女を別の山からも集めていたという。一度死に近づいたものは死に耐性ができるとでも言うのだろうか。あ、また音声記録も入ってたようで。なんすか。はい、先生、私先生です。なんすか、急に先生って呼ばないでくださいいや、呼んでもいいけど。ふりゃーん、はい、俺の勝ち。いや、今日ウレさん急に来ますね、うん、はい、水を隠したの好きに。霧にけぶる森で遠くに巫女たちの影を見た。密かにゆっくりと山を登っていく。それは現実のものとは思えない。実際この山にはもう巫女はいないと聞いている。かつてこの山では多くの巫女が殺された。彼女たちもまた水へ帰ったのだろうか。そしてこの霧の中に閉じ込められているのだろうか。読み物が多いちゃんとね、読んでますんで、もしよければ、YouTube もね、スキップせずに聞いていただけるととても嬉しいですさあ、なんすか、こっち合ってます、入っていきますよ。なんかいろいろ落ちるね。あー、ここやばいとこじゃん。
最初のムービーで襲われてたとこよ。大丈夫？とりあえずフィルム撮っときますか。はい、14式フィルム24枚。ああ嬉しい。やっぱありがたいな。さあではここ登って、多分先頭があるのかな。はしごの上に天井裏があるようだ。あのビデオの最後の映像と同じ。行きますか。行きましょうか。さあ覗くぞ、覗くぞ。大丈夫か。いや絶対これ襲ってくるでしょ。これで襲ってこないはずがない、はずがないよ。大丈夫ですか。怖い。そんなゆっくり見ないで、ゆっくり見ないで、ゆっくり見ないで。ゆっくりじゃなくてもっとパッと見て、パッと、パーッと、パッと、はーてててトゥトゥトゥ。なんかほら、誰かいた、誰かいた、誰かいた、俺誰かいたよ、こんにちは。来ました、来ました。ん？今のは一体。霊が消えた後に一冊のノートが残されている。民族学者の手記録。まさか今の霊が。あ、今の霊が。氷上山は死を覚悟した者しか入ることは許されず、また一度入った者は生きて出ることを許されない死の山として人々から、拝め、なんとか霊られていたらしい。山を訪れた者は山の土星にある御子やしらを通らねばならず、山に入る資格がある者、つまり死す者かどうか入山は厳しく管理されていた。ほう。現在御子やしらヤシラ、ヤシラなのかわからないけど、は、宿として改築されている。その 主人から、当時の記録や資料を借り受けることができた。入山記録が残っている最後の年、生きて山から出てきた人物が記録されている。お、麻生さん、麻生、はい、ほうさん弔い写真を撮っていた彼は山に招かれて巫女の写真を撮影したらしい。異界の研究をしていた彼はその過程で特殊な写真機を開発したと聞く。その写真機で撮影した巫女の写真を見ることができれば氷上山の神秘により近づけるに違いない。彼が向かった場所は特別に招かれた者だけが入ることを許される屋敷。私もこの山に招かれているのであればそこへたどり着くことができるだろう。そう願いたい。あ、そう、あ、国彦だっけ。国彦か。麻生博士がこの件に絡んでいるのか。部屋の中に霧がかかってきている。様子がおかしい。早く外に出た方がいい。本当だ、急に霧かかってんね。やばいじゃん。なんで、なんか火事みたい。ちょっと出よう出よう。危ない危ない。さあ出ましょう出ましょう。めっちゃ濡れてるや、めっちゃ濡れてるや。霧やで。調べる、もう調べなくていい。もうどんどん行こう。いやでもこれさ、出る最中になんか絶対あるでしょう。ないはずがない。ちょっと地図とか見れる。あ、地図見れるっぽいですね。うん、この先で大丈夫、この先で大丈夫。ここ奥行って、奥行って、さあ開けて。このまま終わるはずがないよね。うん、絶対なんかあるでしょ。さあ降りて降りて。オッケー。なんすかなんすか。へい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 、へいへいへい、降りて降りて。じゃあ走ろう走ろう。なんで走ってなかったんだ。うん、こっちで合ってるよね。はい、合ってます。え、扉は強い力で閉ざされている。なんですと、開かないですと。じゃあこっちから行くしかないのね。開けまーし、元中、うわー、箱が開いた。なーに、セットするの、そんなの。怖いよ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 。うわー、出てきたよ。逃げて逃げ、なんでそんなずっとじっと見てんの、じっと見てんの。危ない危ない、回避しよう回避しよう。一回、そう。この紫のが厄介だな。オッケーオッケーオッケー、来た。はい、しっかり、一音式で、捉えます、よーし、ナイス。オッケー、いいよ。はい、2回、3回、4回、オッケー、5回、オッケー、5回、パッ、一気にいった。ナイスナイス。さあ、もう一丁来るか、もう一丁来るか、一回切るでしょう。一回、消えない。消えないで、そのまま来る、そのまま来る。これ麻生さんなの、もしかして。そういうこと、違うのかな。オッケー、倒したよ。オッケー、成仏なされ。あ、触れることができるのか。触れましょう。うい、はあ、なんだなんだ。やっとたどり着いた。この家の奥で、うん、彼女が私を待っている。彼女が私を待っている。花嫁？早く迎えに。ああ、花嫁だ。
いや絶対待ってない待ってない、いや待ってるのかもしれないけど、どうした、何を見た、これ誰が撮ってんだろうね一体ね。撮影者がいたのかな、だったら一人で来てなくていいですね、うん、おー開いた開いた、自動ドアやん、すごーい最新式、ちょっとムービーが、ああいた花嫁さん、怖ー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 、引き込まれたよ、レイがいた場所にノートの一部が残されていた、民族学者の手記7、はい、山頂へ向かう途中、彼岸花が咲く小道で写真を拾った、その小道はさらに奥に続いていたようだが、今は植物が、灰茂り、先へ進めなかった、免れた者だけが入ることができる屋敷、それがあの奥にあったのだろうか、あの写真は他の弔い写真とは違う、美しいとしか言いようがない、今まで見た全ての弔い写真にはない美しさ、そして悲しさ、生きているのか、美しいと思った瞬間に、つのりは完成する、写真から愛のつぶやきが聞こえてくる、これは呪いの言葉だ、死後の恋、この場所に行かなければ、私は心中という言葉に心惹かれている。あ、またカセットテープだ。今のは渡部刑事の記憶だろうか。ここから出なければ。あ、渡部刑事さんか。そうか、麻生さんじゃなかった。ごめんなさい。とりあえずここを出ましょう。はい、すぐ出ましょう。で、閉ざされてるからこっちから出ないといけないのか。なるほど。じゃあまだ行ったことのない場所へ。開けます。すぐ出口？いや、そんなことはなさそうだ。なんか赤く光ってるよ。ああ、やばい、取っちゃった。やばい、やばい、タイミング取っちゃった。ああ、今だ、今だ、今。おーい、おい。すげえ移動早い。待て待て待て。移動しちゃった、移動しちゃった。ああ、なんかいた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 。やばいやばいやばい。はいはい。ちょ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 、どうすればいいの、どうすればいいの。待って待って待って。一度こうなったら、アイテムで。今なんか俺すげえ落ち着いてた。はい、マヨガン美味しいですね。マヨガンもどんどんなくなってきたな。おしんすもどんどん使っていかないと。さあ来るぞ、レイが来るぞ、赤いぞ、まずい、さあ来るなら来い、来るなら来い、来るなら来い、よいしょ、あーやばい、痛いでしょ今のは、結構素早いんだな。 OK、 分かった、攻撃は見極めた。さあどうだ、まだ来ないのかい？お、逃げた。どこ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 、こっちかこっちかこっちか、ここなのか、どっから来る、左、わかんないわかんない、急に来るかな急に来るかな、どこよどこよ、え、どこ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 、どこにいるどこにいるどこにいる、わかんないわかんない、え、どこどこどこ、あーこっち、あー左、待って、くるくる回しちゃってすいませんね、来るなら来い、来るなら来い、あ、来た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 、来てる来てる、間違いなく来てる、さあどんとこいや、どんとこいや、いやなかなか来てくれないな、あ、近くなってきたか、いやまだか、まだなのか、さあ来い、さあ来い、よいしょ、 OK、 よーしよ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 し、ナイスタイミング、ナイスタイミング、あーでも結構体力あるね、おーでもかなり取れる、かなり取れる、ナイスナイスナイス、ちょっと最後61式でいこうか、61式で来い来い、よし OK、 はい取れた取れた、まだまだいける、よーし倒したんじゃないですか、まだだったまだだったまだだった、あぶねー、びっくりした、今のはよかった、倒せました、はあ、怖怖怖怖怖、よかった、んでこっちだよね、こっち行きましょう、そうか今のがボスではないのか、まあボスっぽくはなかったけど、なんかそろ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 、あ、いる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 、ああ取れなかったです、やべ、ぼーっとしちゃってた、ぼーっとしてたわけじゃないけど、なんか調べるとかいろいろ出てたから、こっち？待って、調べるってあるんだよね。調べようぜ。調べさせて。あ、周囲は深い森に囲まれている。ここから出らせるそういないと。はい、わかりました。それだけかい。
じゃあこっち、あこっち合ってそう。んーでどうなんしょ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 、マップ、あこっちから出られそう、あこっちからは出られるのか、オッケー。じゃあ出ちゃって、あなんか箱ある、あれさっきなかったよね、嘘でしょ、あーあーやばそうやばそう、あー出た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 、こいつかこいつか、オッケー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 、ちょっと61式でいこう、あここ戦いづらいな、ここ壁があって戦いづらいな、あーまずいまずいまずい、やばいやばいやばい、あ、取っちゃう取っちゃう、取れて取れて取って取って取って、オッケーオッケー、あーまあ取れなかったな、ちょっと一回アイテムで、はい、おいしいおいしい万葉丸を食べまして、はいオッケー、栄養栄養たっぷり、よし一回広いとこ行こう、広いとこ広いとこで戦いましょう、危ない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 、ここが一番広いかな、でもこれも結構壁が、いやーやばいこれまずい、しっかり回避、しっかり回避、ナイスナイスナイス、しっかり回避できたよ、いや上とか結構厄介だな、あーほら壁が厄介、ほんと壁が厄介、うおいやまずい、取れてない取れてない、でも回避できた気がする、素早いな意外と、しっかり取れて、しっかり取れて、はい、さあ来るな来い、来るな来い、ほら来ないか来ないか、来て来て、今しっかり取られてるから、この取られてる間に来てほしいな、さあ来い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 、このふわーっとふわーっとするのが、ふわーっとするのが近いな、近いんです、ほんと近いんです、あー近いな、よいしょ、取れない、まずい、ちょっと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 、下からも下からも来るの、下から、あやべ取れてない、あ取れてる取れてる取れてるっぽい、取れてるっぽい、どう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 、いけた、あ倒せた倒せたっぽい、よかったー、結構ギリギリの戦いで、箱だよね、箱が、箱を調べればいいのかな、箱箱、おーい箱、いや違う、箱はもう終わってるから、このまま外出ればいい気がする、開ける、開けて出よう、今すぐ帰ろうお家へ、そうだ服も濡れてる、顔も濡れてる、髪も濡れてる、あーよかったー、何ですか、消えるの、あらー、うおーマジで消えたわ、怖っこれリアルだったらほんと怖いよな、うちらは何を見ていたんでしょう、んーでもなんか呼ばれてたのかもしれないね、消えた、そうですね消えましたね、でこれで終わりかな、まだ続くのかな、どうなんでしょう、ナウローディング、はい、あーまだ続くんかい、なになに、氷上山ケーブルか、はい、えここどこ、えここどこ、ここどこですか、民族学者だったんでしょうか、あ、あ民族学者、はい、この山で何が起きているんでしょう、わからない、わからないね、うわあこここでウレさん来るかね、喋ってる場合じゃないよ、喋ってる場合じゃないよ、学者のよせよせ、ちょっとウレさん今喋ってたでしょ、イベント中でしょまあいいや、そういうウレさんが好きよ俺は、はい、でこれに乗るのかな、そか下山するってことか、でもなんかこっちにも行けるんだけど、あれおかしいな、もう腕さん出てこないよね、腕さん出てこないよね、腕さん出てこないよね、オッケーオッケーオッケー、迷おうが迷おうが、ちょっと回復しといた方がいいかな、じゃあ回復だけしとこう、うん迷おうが、はい最後まで美味しい迷おうが、で、マップを見ると、待ってこっちでいいのか本当に進む、せっかくだケーブルカーを使う、あーやっぱそうだよね、そういうことだよねこっちではないと、オッケーオッケー、でどっから乗るんだ、乗り場がわからんぞ、
乗れるところが、ああここに階段があったのか、全然気づきませんでした。さあではこれで乗って帰るわけですね。あでも奥になんかある、まだ最後これも拾っとこ、最後じゃないのかもしれないけど勝手に最後って決めつけてる。でもさすがにもう待って、ウレさんウレさん大丈夫ね、ウレ大丈夫ね、分かった分かった。いやこのショーはここで終わってほしいなって願ってるよ。知らずの森前、あーそっか、淵の森じゃないか、知らずの森かこれ。はい失礼いたしました。ここに何、スイカでも通すの、ピーってすげえな、よくこれで動くよな。はい、おー終わったっぽい。一本のビデオを頼りに、トム渡り部邸へと向かったレン、その途中片代神社で白髪の少女に会う。それはレンが舞を見る夢に見る少女だった。どうして持ってきてないの、私のよすがという言葉を残し少女は姿を消した。迷いがとなっていた渡り部邸には、氷上山信仰に関する多くの調査記録が残されていた。レンとルイが脱出した直後、渡り部邸は霧の中へと消えていった。はいってことで、クリア時間1時間20分34秒、結構やったね。あ、でもランク A って結構上なんじゃない？いいんじゃない、いいんじゃない？はい。ってことで、取得ポイント45,586。うん、これもなかなかいい感じな気がする。ミッションスコアもね。うん。これ一番上が S とかなのかな？ちょっとそこら辺わからないですけど。とりあえず、第じゃないな。5の雫、迷いが無事完結いたしました。ありがとうございました。ってことで、次回は6の雫、こちらも、引き続き続けていきますので、また見てくださったら嬉しいです。ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方は、チャンネル登録ボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。また、楽しかったよ、怖かったよ、反応が楽しかったよっていう方は、ぜひ、高評価ボタンもね、押していただければ、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、コウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイちゃん。